皆様おはようございます。お元気でしょうか。いつも無駄しまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。ということで本日も時間がないので早速薬局ドラッグストアと始めてまいりましょう。はい、本日はですね、ソーセージ安いよ、ほら見える108円で、おいおいおい、これ煩悩飛んじゃうぞ、これ108個、これソーセージ食ったら、いやこんな食わないんでね、はい、5本入りです。まあ1本20円ぐらい、22円ぐらいかね。はい、ちょっと108だよ、じわかよこれみたいな、ね、感じではないでしょうか。まあ2本ぐらいでいいかね。はい、2本で、まあ、50円弱って言っとくかね。はい、そうしたらラーニーだね。うん、ラーニー今日は早いよ、言っとくけど、はい、ラーニー1個ぐらい。まあこのラーニーが1話で、78円ぐらいだったらね、だいぶ安くなってきたね。うん、こんぐらいね、もうこれ合わせてもまだ50円ちょいぐらいじゃないみたいなね。はい、それではね、これ持ってフライピンコーナーの方へゴーしましょい。はい、ただいまですね、バーナーコーナーの方にやってまいりました。そしたらね、フライピンにいつものね、油を、なじリーミンですね。はい、馴染んできたよ。寒い、外寒いよ、厨房も寒いよ。まあ厨房はさ、ダクトが2基ついちゃってるんで、まあ寒いなみたいなね、感じではないでしょうかね。もう外の外気をガツンガツンパラライカと吸って、まあしかも下コンクリート打ちっぱなしなんで、うちの場合ね。はい、こんな感じでなじリーニーですね。ちょっと油多めでいきますか。はい、そうしたらね、最初にソーセージ焼きましょう。あ、ガッツンガッツンパッカライナー、あ、ガッツンガッツンパッカライナーとね、うん、ラーニーも少し入っちゃったよね。はい、あとはこれを炒めリングですね。炒めリング、あったまったかな、ソーセージもうすぐ来た。あ、ガッツンガッツンパッカライナー、あ、いいんじゃないね。はい、そしたらね、ラーニーも焼いていきましょう。ダラダンランとね。はい、そしてお前今日何作っちょんでいいってことで、本日は、ソーセージニラ玉ディーンですね、ドンですね。はい、ね、この中に卵をパッカライナーですね入れましょう。はい、ガッツンガッツンパッカライナー。この卵の重量の 1% の塩ね。はい、この箸にこんぐらいでいいかね。はい、よく混ぜ混ぜ混ぜんこ混ぜリームですね。はい、あとはこれを回しかけるだけよね。ガッツンガッツンパッカライナーって感じでね。はい、そうしてちょっとね、うまみ欲しいんでね、まあ味の素とか鶏丸鶏スープね。はい、少し振っておきましょう。はい、あとはガッツンガッツンと、はい、こんな感じでね、まあ卵の方はね、好きな硬さでお願いしますね。おら、パン軸はいいよ、パン軸じゃない、半軸はいいよって方はね、もうほどほどでお願いします。はい、私こんぐらいがちょうどいいと思われますので、はい、C メニューにこれガッツンガッツンパッカライナーだね。はい、これにて、ソーセージニラ玉ドーン完成となります。それではテーブルの方に運んで食してまいりましょう。もうインベリークイッキーだね今日は。はい、テーブルの方にですね、ソーセージニラ玉ドーンですね、運んでまいりました。非常にね、ベリーイージーにできるので、皆さんぜひお試しくださいませ。はい、そしてね、これ醤油ちょこっといっちゃうか、ひと回し。これあんま入れんと辛いよ。はい、そしてこれは醤油だけでなく、マヨネーズも合うし、ケチャップも合うし、ソースも合う優れものでございます。私はね、ちょっとお醤油かけましたが、ほんとケチャップでもね、マヨネーズでも、大ソースでもほんと美味しいんでね、もうぜひね、何回も作って、いろんな味でね、お試しいただければ幸いだと思います。で、そしてこれ飯に乗っけないでね、なんかプレートの片隅かなんかでぽっぽりとね、こう盛り付けて、ね、ケチャップ、マヨネーズ、好きなね、調味料つけて、でこっちにこうトーストとかさ、まあ、飯でもいいしさね、うん、でこの辺サラダとかさ置いちゃったら、これもうすっごいモーニングプレート完成じゃないみたいなね、感じではないでしょうかね。そういうモーニングもね、たまにはいいんじゃないですか。とっとかけすぎてるよ、喋ってる間に一味とガラーシ、この辺はお好みでお願いします。もうあとはね、このプンスでも一気食い、これ箸で食ってまじゃねえよーみたいな、いただきます。この卵のふわっとら感が、ふわっとらじゃなくてふわっとろ感がもう最高だね。うん、いただきます。
お前ただそれソーセージを狙えると卵で閉じてるだけだろって。まあそうかもしれませんがね、うん、一人暮らしのお坊ちゃま、一人暮らしのお嬢ちゃま、ね、一人暮らしのお母様、お父様、おじいちゃま、おばあちゃま、ね、ちょっとしたこういいアイデアになるんではないでしょうかね。いただきます。うん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 、まあニラなきゃね、別に入れなくてもいいし、まあそうだよ、でもソーセージ入れないとただのニラ玉になっちゃうしな。うん、まああったらあれを入れてください。うん、これにねもやし足したりなんかいろいろ野菜足したりね、うん、足すのはもうねあなたのアレンジ次第でございます。いただきます。うん、まあうまいや、まあうまい、うん、すごい電話なっちゃってるよこれ。うん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 、おいしいな。やっぱ卵っていうのは生でもうまいし火通してもうまいしね、最高だ。いただきます。うんうん、ちょっと電話出たけど、電話出た瞬間に切れたわ。まあまあよくある現象ですよね。不思議だよね、出た瞬間にツーツーツーみたいな、うん、なんでそういう現象が起きるんでしょうか。不思議です。いきます。うん、うん、美味しい。うん、一気食いだこれ。時間ないけどこれ最高だからね。いただきます。うんうんうん、これケチャップも俺好きなんだよな。うん、まあソースもマヨネーズも多い、うん、捨てがないな、もう困っちゃうな。はい、ということで本日の最後までむだなしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、もうベリーイージーベリークイッキーベリーデリシャス、そしてリーズナブルということでね、うん、お送りいたしました。うん、本当に美味しいんでね、うん、もうちょっと作れちゃうんで、5分で作れちゃうこれね、うん、ぜひ皆様もねいろんなバージョンでお試しくださいませ。そして皆様に一つ、お願いございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆様の温かいグッドボタンを一票入れていただければ幸いかと思われます。失礼いたします。またお会いいたしましょう。ムラムラさんで風邪ひかないでね。じゃあねー。